まもなく鶴橋に着きます。お出口は左側です。はい、おはようございます。今はですね、鶴橋駅に来ております。鶴橋の朝はまだ暗いですね。まあしかもまだ言っても、あ、もうこの時間帯は明るくなってきたんかな。あ、本当はこれ乗りたかったけど間に合わなかったね。36分とかになるんですけど、というところで今回は日の鳥に乗車していきたいと思います。まあさっきやってきたアーバンライダーネクストの車両だったんですが、全然間に合わなかったので、今回はもう日の鳥に乗車していきたいと思います。3日フリー乗車券も持っているので。あ、まだ止まっているんだね。ただ今回はこっちの電車には乗りません。今回は名古屋行きの日の鳥に乗っていきたいと思いまして、今回の乗車は大阪難波から乗車していきたいと思います。はい、これですね。難波までは加冠電車に乗っていきます。そして運転しております。ご案内いたします。ただいま奈良方面に参ります電車は日本橋駅でホーム上の確認を行っておりますため、ただいまこの電車は一旦停止をしております。ご利用のお客様にはお急ぎのところご迷惑をおかけし申し訳ございません。新しい情報が入りましたら再度ご案内いたします。ただいま奈良方面に参ります電車は転落されたお客様の捜索を行っております。このため日本橋駅にこの電車は日本橋駅に到着できない状態となっております。ご利用のお客様にはお忘れのところご迷惑をおかけして申し訳ございません。お待たせしました。この電車の安全が確認されましたため電車の運転を再開いたします。ご利用のお客様にはお忘れのところ電車の到着およそ15分遅れまして、ご利用のお客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございません。ということはこんな感じで横に止まっている特急も止まっております。なぜか、あ、こんな感じで止まっている。救急隊も行ける。人身事故系かな、ちょっと怖いな。行き先が謎に桜川駅の区間通勤になっておりましたね。何これ。とりあえず難波駅の中で待機しますか。本当に緊急緊急。線路内に人が立ち入った影響によってもうダイヤがくるっと乱れてしまいますね。乗れるかなと思ってたんですけど順番的にまだ来ないですね。区間中継で止まっており、まあ、さっきの七鹿トレインの方かな。ということで今回の乗車は7時発の名古屋行きの日の鳥です。で普通に表示されていても7分遅れですね。これは大変なことだ。あ、出ましたね。一部でした。運休。日の鳥出たらちょっとかわいそうになりそう。まだね、朝の飯というのは買っていないので、ここで買います。調達完了です。ですが、こんな感じで、発車表の順番もまだ変わっておりませんでした。だからね、今回の日の鳥に関しましては、この電車の順番でやってくるので、その下ですよね。だから区間準急の後が各駅停車で、その後が快速急行で、そこから後が近鉄特急の日の鳥だと思います。この順番で行かないと通常通りのダイヤルは行くことができませんので、もう時間がね7時5分なんですよ。出発の時間なのに運転再開まで時間を要してしまうということですね。順番的あれですもんね。こっちが奈良行きの区間準急で、こっちがね、各駅停車の東半田の駅、どっちも停車中です。こっちがね、今停車中ですが、その目の前がね、止まってしまっているんですね。こんな感じで、もう中絶停車みたいな感じで止まってしまっているんですね。これはなかなかレアですね。もうおそらく20分遅れになってしまっているんですね。不足。
時間というか出発の時間が7時発なんでね。それで今回ね、あのレギュラーシートをですね直前に予約をしたわけなんですが、すでにですねプレミアムシートの方が全部売り切れ でかつレギュラーシートだけが空いていたっていう状態でしたね。そっからねこの後のあの名古屋について1時間後にまた別の日の旅に乗るっていうわけなんですよね。だからその他のスケジュールとかも変えなくてはならない可能性がありそうですね。いやちょっときついな。止まってしまっているんですね。これもずっともう30分も過ぎちゃってもこんな電車はずっと動けない。しばらく停車なんでここで待機するか。座っている方は結構いらっしゃいますのでこっちだけお送りします。いや偶然のアクシデントですね。いや悔しいというか本当に線路の転落やめてほしい。すごいことに並んでますね。この影響で JR 線と地下鉄線にも振り替え予想が実在でおりますので、この列をできてしまっているんですね。こんな感じですね。こっちの方は並んでいる。結局は難波から東花園駅間で運転見合わせになりましたね。いやー痛いなー。ここから乗るかまた再び。ということで7時30分過ぎなんですが電光掲示板が変わりました。というのも今止まっている奈良駅の区間準急ですが行き先が鶴橋止まりになってしまっているんですね。あ、ということで運転再開されましたね。はい、皆さん嬉しいけど途中の駅まで止まりですね。どこまで降りるんか。こちらは一番最初に出す予定ですので、はい。だいぶいいけど、これが早いかもしれません。まず、あの電車と後ろ止まってる電車が何で運転されるかまだ決まってないんですよ。はい、こちらは大和最大行き、各駅停車で運転することが決まっております。とりあえず乗った方がいいですか。そうですね、まあ、鶴橋まではあの結局この電車が一番速くなるんで、まあ、ちょっと鶴橋でも混乱しててどれが最初になるかはちょっと何とも言えないけど、早めに来てたら快速急行の方が早いかなと思いますね。ただ階級がいつになるかちょっとわからないんで申し訳ないです。各駅停車の大和最大行きに変わりました。ということで目的とした乗車の日の取りも45分遅れにやっております。ということはもう7時45分乗車かな。もう遅れの原因でめちゃくちゃ波乱の予感です。学園前大和西大寺
様にお知らせいたします。当駅次発車の名古屋行きの列車取りは1番乗り場から発車をいたします。名古屋行きの列車取りをご利用のお客様は1番乗り場でお待ちください。ということで乗り場の急遽変更があって、僕が乗る火の鳥の指示発がこの1番乗り場に変更されるみたいで、ちょうどね手前に止まっているのでこっち方面から入線してきますね。1番乗り場電車にご注意ください。ただいま1番乗り場手前電車は通っております。当駅指示発名古屋行きとって火の鳥です。はい、ベンチスペースはこんな感じで、荷物スペースはこんな感じになっております。今ねちょうどね僕の方で鍵を閉めてみましたけど、ちょっと一回開けてみます。開けてみますと今こんな感じで、ちょっと一応走行用にちょっと撮っております。でですね、座席の方に移動します。11番の A なんでこっちです。分ぐらいで遅れを取り戻せるかどうか、ナプリと座席紹介、テーブルもこんな感じですね。 iPad Pro だとこれが十分かな、サイズ的に。しかもこれスライドできるんですよね、スライド。だからグリーン車っぽい。ヘッドレストまでついておりますので、めちゃくちゃ快適ですよ。でリクライングは手動でこっちのボタンで、でコンセントがこの下です。ということで、結局52分に出発しましたので、難波駅を52分で遅れと、テーブルを置きながらやっていきたいと思うんですけど、速度は一体どれぐらい出るんでしょうか。船の状態で検証していきたいと思います。ちょうどね、上本町駅到着なんですけど、まだ52分遅れです。特急、火の鳥、7列車です。まもなく、鶴橋に到着します。そうだ。鶴橋の次は、大和八木に止まります。可愛いのか、めちゃくちゃ可愛いですね。どうでもいいというのね、鶴橋駅約52分遅れですね。はい、帝国よりもものすごく遅れていますけど、ということで子供に良かったものを見せたいと思います。こだわりの窓で、はい、これ一番好きです。そうです。だから朝飯というわけでサンドイッチということでグラタンいただきました。グラタンというか一旦温めたんですけど、もうぬるくなっているんだ。でこれから飲み物としてカフェラテ、スタバというのも車内にもコーヒーがあるのでね、飲みの味の比べ方もできますね。朝のいい時間なんですが、まだ発車できません。
というのも大阪線の電車が今発車してしまったということで、この順番もしなければならないという状況になってしまっているんですね。車両券がそうです。この利用間違いないようご注意ください。お急ぎのところ。さて、大和八木駅を出発です。もうこの時点でなんとね、1時間も遅れが出てしまったというのも、いやこの先の予定が組めないね。今八木駅を出発したところなんですけど、一気に100キロを超えてもらいますね。そして110キロここで止まってしまった。大半がもう110キロ止まりか。あそこまで来ると115まで出してくれるんだ。115というのは阪急電鉄の最高速度ですね。そこまで出してくれるんだ。ここからが一番の醍醐味で、三角区間も走るし、ここからの120キロ区間も楽しみですね。というのももうギリギリ120キロなんですけど、めちゃくちゃ標高が高いんですけど、標高が300メートル以上登っておりまして、ここから一気に下っていくっていうわけですね。今この辺りはというと三本松の駅を通過するところですね。で一応ここまでが7県の駅で、そこから先は三重県の
駅となるので、そうですね、三本松江駅を通過するところです。はい、今、通過しました。駅に入りましたね。ということで、今ね、120まで出してくれてます。ご迷惑をおかけいたし、申し訳ございません。ということでね、まあもう生地域到着のアナウンスではなくて運転停車みたいですね。なんでこの駅に止まるのかというと、ここで急遽乗務員交代がされるみたいで、一時停車です。ということで生地域59分遅れで、ね、今運転停車なんですが、新青山トンネルを走行中でございます。どうしてもね、名古屋方面は下りの関係で95キロまで制限されております。実はこの電車は通駅で後から参ります。白子四日市止まる特急電車に接続をしていたのですが、それが60分以上の遅れが出ておりましたため、本来の特急電車への乗り換えができないという形になっております。でその関係で今ね、放送もあった通り通駅で他の特急電車の手配をしてくれるみたいで、はい、降りる際に乗務員の方に、駅の係員の方に申告をすれば他の特急電車に乗れるという形になっております。別にね、名古屋方面に行くっていう方はこの電車で十分ありだと思うんですけど、そこから先だと次の停車駅が名古屋に止まってしまうので、どうしてもね、津白子四日市桑名に利用する方は他の特急電車に乗り換えが必要になってきますね。ということで走行中なんですが、ちょっと関係なく行きましょうか。そして後ろの方の最後尾ですね、やってまいりました。ちゃんとブルギボンショーもありましてね、はい、しかもこんな感じになっております。ということで今トンネルを抜けて、トンネルを抜けた先に東青山駅を通過です。いいね、ちょっとトイレ休憩がてら中に入ってくれましたけど、実際にこっちがね、男性用トイレなんですよ。そしてこっちが洗面台ということで、最近はというと今までコロナで休止していた乾燥のやつが復活しました。でコーヒーですね。でこっちはというと自動販売機、クッキーとか火の鳥のオリジナルグッズの商品もありますし、締め付けはこっちですね。ゴム取ってしまった。やばいやばい。うわ、あ、戻せないって言っていいのかとか。入れようか、コーヒー用に。あとはこっちのお金を入れてからこっちのボタンで押します。コーヒーも飲んでみようか。なんてプレミアムココア作っている会社はアベックスということで愛知県にあります。1個目のココアも入れていきます。お湯の方に使っていきます。あ、自動でやってくれるんだ、これは嬉しいね。ということでできました、プレミアムココア in 火の鳥。これは蓋を閉めないとこぼれちゃうね、すぐ焼き出すと怖い。やばい、もうそろそろ伊勢中川短絡線を通過するところですね。何あれ、あ、二両編成の電車か。おお、
この川が中村側ですね。で、その間に中川短絡線を走行中です。看板が見えるかな。これがね、どうぞ。はい、誰もいない状態なんですけど、こんな感じで、はい、広々としたスペースですね。というところで名古屋線に入りますので、現在の時刻は9時16分でございます。お降りのお客様は車内にお忘れ物のないようご支度願います。まもなく次に到着するところでございます。なんかね、61分遅れということになりました。というのもね、どうしてもね ATS の関係で、まあ、速度制限とかもいろいろあったりするので、まあ、そこだけは急ぐ必要もあっても近鉄線はなかなか難しいかもしれません。普通だったらね、 JR 線の方では遅れを取り戻せることができるはずなんですけど、私鉄はねそういうわけにはいきませんね。まあ、このまま行くともう1時間以上の遅れは確定なんで、はい、名古屋駅からの別の日の時に乗るということももう不可能に間違いないでしょうね。もともとはね10時発の日の豊を取るはずだったんですけど、もう予約も取ってしまっているので、もう乗車の変更もしないといけないね。とにかくね、日本橋駅で転落しなければよかったのに、もう早く、まあどうしてもホーム柵を設置してほしい。はい、ということで、まもなく津に到着します。終着名古屋です、はい、無事到着しましたが、残念ながらですね、名古屋駅
約1時間遅れで到着となりました。あれ伊藤さんだった。マジか。やば。確かね、伊藤さんが担当していたのは津から名古屋までの区間だったんですね。ということで乗務員が2回ほど交代しまして終点の名古屋に到着です。ジンベエの顔がめちゃくちゃかっこいい。それに加えて有名の運転手さん伊藤さんだったんですね。すげえ意外だった。列車は遅れは出ていなかったということで、結局は奈良線系統とか大阪線系統にも影響が受けますね。はい、結局無事名古屋駅到着となりましたけど、ここから先何をするんやということで、ここから先は別の動画でお送りします。やはりね、久しぶりの名古屋系統とか三重県内に入ってきましたので、そこでちょっと回ろうかなということで、近鉄の名古屋線系統はいろいろ車両とかもたくさんあるのでね、はい、そこを利用していきたいと思います。次回の動画もお楽しみに。まあ、近鉄線内というと他の電車というと一般の電車って言ったらこの赤色の電車がメインですけど、灰色とかそういった電車とかはないのでね、基本的にこの赤い道電車がメインとなりますね。はい、というところで大阪から名古屋まで近鉄特急ひのとりに乗ってきました。急なアクシデントに見舞われてしまいましたけど、無事到着できてよかったです。下風がやってきましたけど、この日も人気だったので下風は全部売り切れでした。はい、というところで名古屋に到着しましたが、約1時間遅れで到着となりました。いや本当にね、日本橋で人の転落事故というのは良くないと思うので、その影響で30分とか40分1時間も遅れてしまったら、もういろいろダイヤが狂ってしまいますね。結局はね、もう遅れの影響で帰りの名古屋から大阪行きの日の鳥乗るのはできなかったんですけど、まあそれでもね、スタンダードなレギュラー席は結構良きなんで、はい、おすすめな特急でございます。たまによく見かけられることができそうなんですが、有名の運転手さんも見えて良かったですね。まあ、しかも担当されていたのがまさかの伊藤さんだったとは。また全米でもある機会があったら伊藤さんに見られたらいいかなと思いますね。はい、こんな感じで、はい、緊急っていうか急なアクシデントになってしまいましたけど、無事火の鳥で大阪から名古屋までやってきました。この後はね、全然ね予定も立てていないしノープランなんでね、次回の動画もお楽しみにください。といった感じで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。Thank you.